京成線神津の森駅より電車で3分、成田駅が終点で、またウォーキングはここから出発です。駅舎に吊り下げられた成田山の大きな提灯を見上げ、とうとう夢に見た成田詣のスタートです。成田山新勝寺まで約900メートルの表参道に向かいます。開運橋という縁起のいい名前の橋を渡ります。この辺りはまだ表参道ではないようです。左右の美味しそうな飲食店の間の道を進みます。しばらく進むと大きな通りに出ます。ここからが成田山新勝寺の表参道です。セットバックされ、電線も地中化され、車道と歩道が分離された、美しく歩きやすい道です。成田山新勝寺への参拝者は正月三が日だけで300万人、年間1000万人の人が参拝されるという日本屈指の参拝数です。
参道の両側にはいろんなお店が軒を並べ、見ながら歩いてもワクワクする楽しい道です。この辺りは上町と言われ、昔から成田山のお土産の代表格として名高い洋館屋さんと手作り和菓子店が並んでいます。美味しそうな洋館屋さんのお店を過ぎると右側に、上町と中野町を分けるところに、この成田で生まれ育った俳人三橋鷹女の像があります。鷹女は女流俳壇の 4T の一人です。鷹女の像から先が中野町になります。この表参道はくの字の坂道が続き、特に中野町の町並みはかつての成田詣が盛んだった頃を彷彿とさせ、江戸時代には成田詣の人たちを迎え入れた旅館街のにぎわいを今に伝えています。前方にうなぎの看板。この地のうなぎ料理は江戸時代から有名です。いい匂いに鼻がクンクンします。食いしん坊な私には見逃せないポイントです。左手の成田観光館に入ってみました。その館内には成田を紹介する映像や成田案内のパンフレットが多数置かれていました。
江戸を感じることができる街並みが続きます。ここにもうなぎ屋さん、いい匂い、食べたい。左手奥に見えるのが市の文化財にも指定されている江戸時代の趣を残す3階建ての旅館です。この町並みは一見の価値があります。前方に成田山新勝寺の総門が見えてきました。総門に着きました。成田山という文字がキラキラしています。